日本共産党の山下良樹副委員長がきょう奈良県を訪れ今月27日投開票の衆議院選挙に向けて支持を呼びかけました近鉄奈良駅前で行った街頭演説で山下副委員長は裏金問題のほかアベノミクスによる金融緩和が招いた円安が国民を苦しませていると自民党を批判しました 全国どこでも時給1500円最低賃金上げることができます、手取り月20万円保証することができる、これが共産党の提案ですが、やらせてください、よろしくお願いいたしま,すまた、政党助成金の廃止のほか、賃上げと一体で労働時間の短縮を目指したいなどと訴え、支持を呼びかけました。